まです。はいはい、しおりです。今日はおすすめの沖縄旅行プランをお届けします。イエーイ。ぜひ見てください。すごいね。綺麗だ。それでは那覇空港。那覇空港からです。しおも那覇空港に着きました。あれなんか遅い、これん音がないとこんななんだ。うん、那覇空港に着いて今からしおが遊んでます。レンタカーに乗ります。レンタカーになってます。レンタカー会場めちゃめちゃ混んでるわけよ。レンタカー、レンタカー乗ったことないよね、まだね。シーがないでしょ。そうだよね、乗る意味ないよね。で、とりあえず最初の目的地、なんだっけ、あそこ浦添、ね、出てくる、そう、ここ港川ステイツサイドタウンに行って、ここちっちゃいお店が50店舗ぐらいあるんだよね。前の動画でもやったけど、でそこの50店舗の中を一個一個、女の子回ったらそこそこ楽しいはずね。よっぴさんありました。ここ楽しかったよ ね、 ね、よかったよね。サトウキビを使ったジーンズ屋さん、塩だ、かわいい、思ってた、かわいかったっ。あ、これはカヌレ、カヌレ、カヌレ、美味しかったね。今日はミルク味。じゃあ、うん、コーヒー、そうね、オリジナル、オリジナルね。これです。ママはコーヒーです。パパの畑はミルクです。ここはいい匂いにする。いい匂いだった。ここ鎌倉にもあるってよ。ずーっとここで、うん、ママと一緒に遊んでました。巻き先情報だけど、ここ可愛かったよね。めっちゃね、可愛かった。遊んだよね。うん、いっぱい写真撮って。1本5000円ぐらい、4000何本だったけど、ここ UFO バーが、ここ行ってみたいんだけど、ここまで行ってないです。でも多分美味しそうね。うん、めっちゃ混んでたよね。うん、混んでて入れなかったんだ。ママ、これは何、これ全国ある。ここも浦添と、あのパルコとここだけって書いてあったけどな。作り方を見てます。なるほど。ペラードコーヒーって。ここ雑貨屋さん。
構沖縄の人、ないちゃんがやってるみたい。ここも良かったね、なんかね。で他にもまだ何店舗もいろんなお店があるから、うん、全部回って大体2時間ぐらいかかるかもね、うん、ここは大好きな、ここは大好きな何屋さんだ、コーヒー屋さん、チョコレート屋さんですね。で砂辺まで移動して、今日はちょっとだね、ここね。でここの通りから、チャタンのアメリカンビレッジの方に歩いていく、こう宮城海岸沿いの、海岸沿いの通りなんだけど、いろんなお店、ここはもう夜になったら開くお店だから、夜行ってもいいかもね。今夜今夜だけどね、夜すごい綺麗だはずね、うん、でも日本人はほとんどいない、外国人ばっかり。ここのバーもね、今真っ黒のところ、壁、あ、バーなんだ、こっちバーだはず、うん、で、蕎麦屋さんね、パパのおすすめの、パパのおすすめの、ここの、手びちはパパないよね、手びちじゃなくてさ、あの、あれなんだ、ゆし豆腐蕎麦、早く行かないと売り切れるはず。そうなんだ、うん、ゆし豆腐だけなくなっちゃうんだよね、先にね、うん、で、そこから、この辺も周り散歩したらもう外国みたいだよ、うん、外国人、歩いてる人も外国人ばっかだし、歩いて行った外国人ばっかり、お家から、お家からじゃないよ、チャタンから。次はでもう夜になるでしょ、夜っていうか夕方ぐらいになるから、じゃあホテルにチェックインしましょうと、うん、で、まあ、家族4人だから、そんなちっちゃいホテルじゃあれでしょう多分。で一応ヒルトンと、ヒルトンチャタン、まあ朝ごはんもついてるじゃん絶対、うんうん、でちょっとリーズナブルに行くとダブルツリーが真向かいにあるから、うん、でもダブルツリーは意外とコスパは多分いいよね、いいね、うん、海も目の前だしね、うん、だプールもあったよね、 あるある、立地がすごくいいからさ、うん、ここの今からもう一個出てくる3つダブルツリー、首里にもある、あるさね、那覇にもあるね、那覇にも、首里は分かんない、うん、チャタンしか行ったことないっけ。で、レクー、レクー、何これ、ここは、うん、俺のイメージだと沖縄の県民、沖縄県民にすごい人気がある。そうだね、ね、一番上になんかインフィニティプールみたいな、うん、あるある、一番上にプールがある、ナイトプールみたいな写真、あー、ナイトプールがあるからか、なんか、うん、夜に、あー、人気あるかもね、夜に写真撮ってるのよく、あー、プールはでも多分受験の後だとクローズだね、寒いね、そうだね入れないはず、寒いはず、ここ自転車屋さん、ピザ屋さん、これ、これ、だからこれ、あ、このチョコレート屋さんなんだ、チョコって呼ばれてる、かわいい、行ってみたい、あ、行ったんだっけな、明日行く、ここが結局ぐるっとそのレクーから回る、と回るの、レクーの周りを、うん、だよね、うん、の中だから、レクーおすすめかもしれない、あ、でもすぐそこヒルトン、うん、だからヒルトンとレクーとダブルツリーはもうどこ泊まっても大丈夫、うん、ジバゴ、ここはもう有名だから、ひょっとしたらもう行ったことあるかもしれない、一応アメリカンビレッジは行ったことあるって言ってたから、うん、行ったことあるかな、だからね、これカメラで撮った、ここね、内装もめちゃめちゃいいしね、うん、すごいね、どんどんなんか良くなるよね、売ってるものもどんどん、あ、ね、どんどん行くからね、でこれもう写真撮り放題よ、そうだね、そっちで、こっち来ないと映らないよ、最近行ってないね、あ、いいかもね、うん、ねえ、かっこいいの、新しいのどんどん出てる、
行くたんび行くたんび違うもんね。でコーヒーとドーナツもなんか可愛らしいドーナツがいっぱいですよ。ああ、それじゃあもうね。ママ目ついてる？ね、すごくいいから。ちょっと長めに撮っちゃった、ここ。行ったことあったらごめんなさい。うん、でももう一回行ってもいいんじゃない、ここ。ね。コーヒーはね、絶対飲みたくなる。うんうん、でも分かんないけど、お父さんお母さんと高校生ぐらいの子は2人でしょ。絶対喜ぶと思うんだけどな、俺。でも内地もっとおしゃれなお店いっぱいあるの。何を、そうだよね、ナイツ、ナイツのことがよくわかんないから、どれぐらいおしゃれなのかわかんないんだよね。ここ無駄な撮影しちゃったから。無駄な撮影、なんかかっこいいなって撮れるなと思って撮っちゃったんだよね。ごめんなさい。かっこいいんだよ、細部にこだわってる、ここは。だから楽しいはず。あ、でそこのすぐそばのまたチャタンハーバー、なんかバーベキュー屋さんかな、ここ。バーベキュー、なんだろう、なんかボリュームたっぷり料理で、夜にサンセットクルーズがやってるんで、ここからチャタンから出るわけ。シーフードでしょ。あ、シーフード、シーフードとバーベキューとなんか2つあるよ。こっちがシーフードだ。あー、うん、ほんとだ。で、隣がバーベキューとかサンセットクルーズがあるところで、サンセットクルーズは前の日に予約しないと乗れないから、うん、ここ、あとなんだっけ、オリジナルビール、あ、ビール ね、地ビールみたいな、あの鋳造所が中にあるから、すごいよね、すごい、ここもね。で、今日ここで泊まります。朝になりました。で、デポアイランドをちょっとぐるっと散歩しよう。みんなよく行ったところがアメリカンビレッジとデポアイランドが同じと思ってる人がいっぱいいるんだけどさ、こっちデポアイランド、こっちがデポアイランドとアメリカンビレッジ違わない？違う、まあ同じ敷地、昔あのなんか映画館がある方がアメリカンビレッジ。で、ポーターマはここが空いてるから、那覇空港でいっぱい並んでる人見たから、あっちで買うんだったらここでいいんじゃないと、今日たまたま見たよ。東京にポーターマ、東京駅見て行ったらしいよ。すごい。だからどうしても食べたい人は東京駅で買ってください。東京の人だけで。そうだね、東京じゃないから。うん、ポーターマ全国展開。なんで東京駅に行くの？本当だ、本当だな。で、この辺ずっと散歩できるから、で、食べるとこには多分困らないから、食べるとこしかない。で、変にこだわらずに、もうここだって思ったらさっと入った方がいいね。じゃないと時間の無駄、ね、なかなか決まんないから。どうせ歩き出したら迷子になるからね、この辺。自分がどこにいるか分かんなくなるから、本当にいっぱいお店あるし、そう、ね、何でもある。ハンバーガー屋もだって、そば屋とかもいろいろあるで、マスター。これはお友達出演。これもでもデポアイランドにあるから、本当は長いソフトクリームが人気なお店で、ね、うちのステッカーです。ごめんね、あっという間に。ここのパンケーキがすごいわけ。見て見てしよう、見て。このパンケーキが超、ちょっと想像でしたな、これ。いろんなパンケーキ食べたけど、すごいな、これは。やばー、いけない。いや、美味しいよね、美味しいよね。ねえ、すごい、おすすめできるよ。こいで、うわー、これデポアイランドタワー。この9階に、9階じゃない、7階にこのサンフランシスコカフェ。
今日じゃないけど、ね、だいぶ前、これだいぶ前に撮ったので、ここのカフェは中に入ったら、中入ってないんだけど、この中から北谷の街が全部見えるから、まあ、綺麗なんです。天気がやっぱ良くないからね、この日は。そうね、うん、でもこんな天気が多いんだよ。3月まではこんな天気多いかな。ほとんど雨だからね。特に今年は雨すごい多い。で、北谷を出ます。で、これが時間的には2日目の12時過ぎぐらいになってる感じじゃないかなと思うのね、今のところは。で、ここ一本道で基地の間、ね、嘉手納に向かって走ります。嘉手納基地だね、うん、運がいいとめちゃめちゃでっかい飛行機が通るはず。戦闘機とかも見れるもんね、うん、見える。真上通るか、ね、真上通るかびっくりするよね。楽しいはずね。で、そうそうそう、でちょっと頑張って走って読みたんまで、うん、もう有名な八千の里。でもこの視聴者さん、八千の里のこと書いてなかったから、多分行ったことないはず、うん、行ったことある人はね、もう別に有名観光地でもどっちかじゃない。こっちに行く人もいるし、あっちの那覇の八千の壺屋、うん、そうだね、壺屋行く人もいるし。壺屋はなんだっけ、八千の、あそこなんだっけ、八千通り、うん、っていうところが国際通りのすぐ裏側にあるんだけど、あっちね、撮影しちゃダメだとかいうとこ結構ない。はぁ、ね、怒られるんだよ。めっちゃおしゃれなお店、おしゃれなお店は撮影禁止なわけ。そうだね、パクっても俺たち作れないけどね。技術者が見てからパクる。あ、技術者が見るのか、そうかそうか俺たちはパクらんか。そうここも可愛いのいっぱい売ってるんだけどね、可愛いお店いっぱいあるよ。で、喉が可愛いならお決まりのカフェ。ここも良さそうだったよね。良さそうだった、入りたかったここ。ねえ、僕らが行った時はちょうど休みだったんだよね、うん、月曜かな、月曜か水曜かな、どっちか。今日は行けないな。明日、うん、カフェ、明日と明日。はい、この青いの綺麗だよね。明日行って、うん、ここも可愛いよね。でもお店の名前がよくわかんないけどね。明日はアイスクリームで、また次の日の明日は、そうそう、でコーヒー、読谷まで行ったから、とりあえずアリビラに行きましょう。お昼ご飯はここのなんだっけ、そうそうそう、がおすすめだと思います。その、うん、お腹いっぱいかな今、うん、ね、だからね、どうかな、だから結構ちょくちょく食べるじゃん、旅行って、ね、うん、意外とお昼ご飯いらない感じかな。まあでもね、でも今ビュッフェ食べとけば今日の晩ご飯は抜いても大丈夫だぐらいじゃない。そんな食べれない。でもせっかく来たからいろんなの食べたいはずね。うん、だったらホテルじゃないでしょ、逆に。沖縄料理、沖縄料理じゃない、違う、沖縄料理はもういいや、うん、あ、どうなんだろう、一個そばとか食べたらいいの、うん、あ、そうだね、うん、あ、で、すぐ隣にあの星野リゾートがあって、うん、で、もうここ歩いて行ける距離なん で、 いいで、バンダカルに行ったらいいで、駐車場代はアリビラの方が安いから、アリビラに停めて、あ、でもなんかスタッフみたいな、ああ、そっか、あ、食べなきゃダメじゃん、うん、で、ね、ここから一回チャタンじゃないや、なんだっけ、カデナに戻って、ここは千葉なゴルフっていうとこなんだけど、ナビに千葉なゴルフで入れたら出てくると思うんで、あの米軍施設だろうね、うん、まあ、昔は今はもう一応米軍の管轄なんだよね。で、ここは一般の人も入れるから、オープン、じゃあ練習が辛いやつだ、安い、今日記入する、聞くて安い、あんまり大きさは、いただきます、伝わらんね、うん、これめちゃちゃケチャップもらってたらね、でこれ買ってホテル持って帰って夜の夜食でもいいよね、ダメ、うん、全然いい、全然いい、一応これはもうお決まりやから、通り道に道の駅があるから、道の駅をここは、そうそう、アンダギー屋さん、あれみたい、千葉なりや、
ぎ屋さんがここに後で出てくるけど、すごい有名な三反田木のお店の同じお店だよね、うん、でシーサイドドライブイン、ママは全然おすすめしてませんけど観光客には大人気あのね、免許取って初めてチューブの人がここに行くぐらいな感じ、うん、そう高校生、高校生が、うん、高校生とかね、免許取ったばっかの子たちが一回ドライブ、ね、初めての遠出でここに行くぐらいな感じなんだね。だけど今観光名所まで、僕が行った時も観光客いっぱいいたよ。でみんななんかイエーイって言って写真撮ってた、うん、そうなんだ。だから観光客さんには似合わず、でここの中に飾ってあるものは、お父さんには楽しみなんです。でも物汚いね、うさんくさい感じもするんだけどねこの人見てたら怒られるねディスってないよ。でも人気だからね。でここのスープを1杯200円かな、うんうんうん、それそういうところが好きなんだよね。そうそうそう、必ずの、ね、そうそうそう、安くて、ね、安くて、まあ、おしゃれじゃなくていいんだもんね、うん、でここのサーターアンダギアさん、ここも知ってる人もいっぱいいると思うわ、うん、ね、女村の街の中通っていく通り沿いにあるから、で店舗があって綺麗な店舗でサーターアンダギー買えるのってここぐらいじゃない。そうだね、うん、他は店舗で売ってないから、ね、売ってないもんね、スーパーとかちょっとあれ、ね、はい、まあ、と見て喋っちゃダメなの。でこっから次の宿に行きます。で女村に一泊するのもいいかなと思って、で何でいいかっていうと、ここの女村の今の通り、居酒屋とかいっぱいあるから、うん、夜ご飯食べるのには困らないし、散歩してても楽しいはずね、うん、ちょっと歩くけど、でも内地の人歩くの平気でしょ、うん、でも俺らと違うからね、うん、結構歩くかな、結構歩く、ず多分ずっと歩けるはずよ、うん、そうだね、うん、見ながらね、うん、楽しいはず。しかもあったかくさんに行ってるか、そうそうそう、俺みたいに来たら、うん、寒い寒いって言ってないから、だからね、いいかもね、いいかもしんない。ひょっとしたら受験終わって3月だったら T シャツでもいいかもしれんね、ギリかな、ギリ、ナイチャーは大丈夫で、そうそう、2日目のホテル、一応ねハイアットも近いから、うん、ここは景色が綺麗だから一応入れたんだけど、うん、まあ、ここに泊まれっていうことではなくて、うん、でもハイアット周り、ハイアットの中とか行って、まあ、コーヒー飲んでとかでもいいかもね。ハイアットの近くもね、おしゃれな、うん、おしゃれのいっぱいある、あ、いっぱいある、うん、この辺も女村どんどん新しいのできてるからね、綺麗だよね、これね、これ夏だから余計と綺麗なんだよな、うん、でも3月だったら綺麗だなかもしれない、天気が良ければ、うん、行ってほしいね、うん、一応シェラトンも通り道だったから映したけど、いやもう終わっちゃったで、カフリゾート、ここも沖縄県民にはすごく人気があって、うん、あの泊まりに来てる人も県民が多くなんか、そうなんだ、観光客よりいいかな、安いリーズナブルなのかもしれない。ここでも綺麗だよね、ここも綺麗だよ、観光客の気持ちが、そう、ここはねすごい綺麗なわけ、ここの下がちょうどお庭になっててね、癒されるわって感じ、ね、沖縄県民は癒される、でもいいよねここね、意外と紹介されてないから、うん、で一応おすすめがここもランチがね、生パスタランチが2000円だった、あれ沖縄県民だけか、美味しいよ、すごく美味しい、ですぐその隣手前かに、うん、モントレー、ここもね、ここもプールが、ここプール入るの高かったね、じゃあプールだけ入るって高いね、4000円かなんか、ね、もっとか、1万円近く、ランチ付きで1万円とかだったから、ちょっとするとその何値段的にはあれかもしれないな、4人で行ったらしんどいわ、プールでもクローズかもしれないね、あ、そっか、もし3月じゃなければね、
なければこの辺もね、プールだけでね、いいよ、この辺、うん、あと行けるもんね。で、ムーンビーチ、すぐその隣にムーンビーチっていうホテルがあって、ここも有名だけど、うん、ここはあの修学旅行生泊まりに来るけど、修学旅行生が来る塔と普通の一般のお客さんが泊まる塔は違うのかな。ご飯食べるところも別々で分けられてた、あの1階の下の、うん、ここも夏だったらプールだけでもここ遊びに来れるし、プールだけで1000円だで入れるね。ただでも浮き輪とか何も貸してくれないから、全部持っていかなきゃいけない。でもいいよね、安いからね、遊ぶだけは。でもプールもそんなに広いわけで、浮き輪は師匠子供だからタダで貸してくれたわけ、大人貸してくれない。あ、そうだね、師匠、うん、の浮き輪貸してくれたね、うん、大人はねお金がかかるんだ。大人は一応持ってきてください。そうだね、ちょうど師匠出てるさ。あ、本当だ、バイバイって師匠がやってる。で、この日泊まるでしょ。で、夜お出かけするのにさっきの居酒屋もいいけど、あそこカットしました。ゆめさん、あの3月だったらさ、このブセナもお腹全部丸出してプール入るってよ。夜が綺麗だからね、夕暮れ時が綺麗かもしれない、ここは。で、下のレストランっていうかな、カフェスペースが大きい、広いカフェスペースがあるから、そこでコーヒーブレイクだね。サンセット見える場所だから、ね、もう綺麗だよ。私女村全部見える、見えるね。でも広いからさ、ここはサンセットが余計綺麗だよね、うん、でここは下手にあの海中展望台とか向こうまで行けるじゃない、うん、だからここすごい時間潰せるって言っちゃいけないけど、観光にはもってこいのホテルだと思うんだけど。そうだね、ここまた遊べるじゃん、遊べるとこもあるから、ね、うん、だから泊まらなくてもここ全然楽しいはずよ、うん、向こう側、向こう側っていうかね、これで俺が指さしてもらう奥側、ね、ビーチの手前、ビーチにね、桟橋もあって有名なとこだけど、海中展望台、あそこも楽しいはず。パパ何なんでよ。あ、ちょっとママだ。あ、またちょっとママが出た。だからここ、これぐらいもうロビーもすごく広いから、うん、開放感あるからね、うん、気持ちいい。あ、カヌちゃん、カヌちゃんも広いけど、カヌちゃんはね、カートがないと動けないぐらい広い、うん、でもここは夜イルミネーションが有名だから、ここも夜暇だったら行ってほしいかな。行けるのかな、行けるのかな、うん、だお金が必要でも2000円ぐらい、1人行ってください、うん、2000円ぐらいだったな。で、これ行けるはず。でもカヌちゃんはちょっと今紹介したホテルからちょっと遠い、遠いって言っても知れてるか、遠いよ。でも2、30分かかるね。だって女村から、あ、遠いね、女村もね、ここはちょっと遠いけど、まあ綺麗だから。で、夜泊まって次の日の朝、行ったことがないって言ってたから氷島、うん、にとりあえず行ってもらおうかな。よかったらね、最高だね、最高だよね、これとかね、うん、綺麗なはず。みんななんだ、自撮り棒で手出して写真撮ってるよ。これね、氷島で、まあ普通にここはオーシャンタワーっていうのもあるけど、残んなくてもこれ氷シュリンプ、ね、うん、この間行ったんで、これ一応ママに海に入ってもらいました。これ入ったのでも11月の終わりだよね、つい最近だね。全然海も入れる。暑かったんですね。で、氷島から出て、氷島も結構時間かかるから、で氷出てお昼ご飯、ここがおすすめの蕎麦屋さん。あ、そうだね、泣き陣蕎麦、氷からすぐだから、うん、泣き陣蕎麦ってちょっと分かりにくいかな、ここの場所。めっちゃナビで入れて調べてください。やってるかな、やってるか、やってるよ、しまいそうする、ね、売り切れたら終わり、ね、この蕎麦がね、めっちゃ俺ここ一番好きだけど。確かにプリンも美味しかったし、うん、総合的にね、ここは二重丸です。ジューシーも美味しかった。じゃあ、ママです。はい、そうです。ここはキャプテン感がある。で、泣き陣からもう元部に行って、そうそう、有吉の夏休みでもやってたね。それからめっちゃ込み出してからね。そうそうそう、
今じゃもうえらいこったもんね。でも味も本当にここは美味しい。いっぱいアイスクリームじゃないや、なんだっけ、ハンバーガーいっぱいいろんなとこ食べに行ったけど、もう1位2位だね、ここ。あ、ここはどこだ、どこだ。そうそうそう、ちむどんどんのロケ地今走って真似してます。オープニング、うん、オープニングの真似です。懐かしい、ね、あの、スクリーン、それ何年、チラミ水族館の、お、どっちから、ありがとう。チラミ水族館の手前になる。あ、キャプテンカンガルーだと通り過ぎた。お前すごいな、なんか食べれるとなったらそんな元気いいわけ。無料のとこあるけど、でも今駐車場もね、下手するとすごい多いからね。自転車も借りれるよね。あ、自転車借りたら面白いかもね。みんなも車で借りてる、借りてる。500円で歩いた方がいいから、うん、自転車借りるほどの距離でもないしな、歩いた方が楽しい。でもだんだん帰る時間が迫ってきたから、最後にスターバックスに行ってほしいな。このスターバックスのね、何がいいかってね、多分2月3月4月まではスターバックスのここの窓からクジラが見える。ホエールね、いいよね。ホエールウォッチングでお金払わなくても運がいいと、見えない時もあるよ、でもクジラが見えるから行ってほしい。ちっちゃいことないって分からない。分かるよ、クジラは。で、ここのホテルはまあ同じ敷地内だから、うん、今、まあ、夜の映像になってますけど、大体夕方ぐらいでしょ、うん、でもうみんな那覇の空港に帰りましょう。うん、おまけって何。おしまいです。はい、最後までご視聴ありがとうございました。思ってたのと違うっていう人いたらごめんなさい。で、最後に塩パパから沖縄旅行の注意点を3つ。まずね、1つ目は沖縄旅行では欲張らない。あれも行きたい、これも行きたい、あそこも行きたい、これも食べたいっていろいろあると思うんだけど、綺麗にちゃんと整理してから回りましょう。じゃないと大慌てで意外と回れなくなります。で、もう一つ、沖縄は天気がすごく変わりやすいんですよね。だからそこは臨機応変に回ってくださいね。土砂降りの中海見に行くとかね、やっぱりなくした方がいいんで。雨の日が多いです。はい。で、3つ目は喧嘩をしない。パパとママが気まずくなると家族全員気まずくなるので、そこは笑顔で乗り切りましょう。では、楽しい沖縄旅行を。いってらっしゃい。